承知しました。よし。 敵の追撃を振り切らないと味方と合流し体勢を立て直そう。迷わない。観念しやがれ。誰かが山賊に襲われているのか。 厳しい状況だが見捨てるわけにはいかないな。そこの方、手助けをお願いできませんか。ならず者にあなたの大切な腕輪を取られてしまって。可愛い英雄さんを困らせるなんて許せないな。腕輪を取り戻すのを手伝おう。 私は人形の体。この身では錬金術は行えません。戦うには腕輪が必要なのです。そうか。なら絶対に取り戻さないとまずいな。喜ばしい限りです。ここは一度引くしかないか。腕輪はとっくに仲間に渡した。 今頃はお頭が持ってるはずさ。あいつがよくも俺の部下を。こうなったら袋叩きにしてやる。強いのね。あなたが味方でよかった。男に来やがれです。 なぜそこまで戦うの？ なんだあれは。バカでかい腕。行きます。なんだあれは。化け物か。
錬金術の力、思い知りましたか？はい。あんなのに勝てるわけがねえ。逃げろ！これがよ。いざ竜のごとく攻めぬかん。報告です。敵の追っ手が到来しました。あなた方は敵に追われているのですね。腕輪を取り戻してくれたお礼に力をお貸ししましょう。全出力解放します。打ち貫きます。ここに来る前に兵器のような馬を見ました。いいとこ見せちゃうよ。うまく利用すれば戦略差を補えるかもしれません。私は兵器を動かす方法を探ります。あなた方は少しの間敵を食い止めてください。私は天下無双の者の筆あると認めます。放出できるようです。喜ばしい限りです。行くぞ。全て蹴散らしてやる。おいおい、冗談はやめてくれよ。いいとこ見せちゃうよ。さあ行きましょう。望まれたから。わかったわ。ほう、俺の前に立つか。全出力解放します。打ち貫きます。まずいな。なんとか立て直さないと。これはシャレにならないだろう。迷惑をかけてすまない。そのありがとう。
方が必要です。力を貸す。俺が深く落とすとは。弟の思いを感じる。私でいいの？初めての雰囲気を完全に操作しない。敵を買って。俺だけじゃなくて、頭を切るやつだ。すごい奴だ。目が離せない。楽しそうね。私はどうすればいいの？無双の者の筆であると認めます。生きるために倒すだけ。あら素敵。これでよしと。完全に終わりまし。私の務め必ず果たしてみせます。以来か。誰を倒すの？リオンが、ま、がもう迷わない。ここは一度引くしかないか。敵の追撃を振り切れたか。プラフタさん、あなたは命の恩人だ。いえ、私こそお礼を言わなければなりません。大切な腕輪を取り戻していただいたのですから。頼む。わかりました。ありがとな。そうです、はあ、はい。